安田産業機船株式会社は、長崎県長崎市に本社を置く、海運会社。大村湾、博多湾の湾内航路を運行しているほか、関連事業として、ビジネスホテルを経営している。創業者の安田崎吉が1953年7月に、大村湾の生活航路であった太平、大村航路の譲渡を受け、個人経営で、一般旅客定期航路事業に参入したのが、 始まりである。その後、1967年2月、安田産業基線株式会社が設立された。1975年には高速線を導入。現在は、大村湾内航路、博多湾内航路で高速線を運行するほか、大村港と都議津港でターミナル機能を有したビジネスホテルの経営を行っている。2019年7月1日に、 同年4月に設立された新安田産業機線株式会社へ全事業を譲渡。新安田産業機線は事業譲り受けと同時に称号を安田産業機線株式会社へ変更した。安田産業機線株式会社は2019年7月1日付でイスク株式会社へ称号変更され本店所在地を長崎市松が枝町から 長崎市南山手町へ移転した。イスクは生産業務を行っていたが、2019年12月18日に長崎地方裁判所から特別生産開始決定を受け、2020年3月30日に法人格が消滅した。海の中道にある安田産業喫線のレストハウス、大村湾内航路、博多湾内航路、エアポートライナー13。 太陽3、マリンライナー大村港及び、都議津港の高速線ターミナル隣接地でビジネスホテルを営業している。イスクに関するカテゴリー。ありがとうございます。